こんにちは、琴音です。ということで、前回の続きです。で、このステージですけど、岩山を登る側と下る側の道がありまして、登っていきますと行き止まりになって、そこに機械があるんですけど、ギアが3つなくなっていまして、そのギアを岩山を下って探しに行くのが目的です。で、こっちが登り側なんで、切って下っていこうと思います。ひゃっはん、このくらいで悲鳴を上げてはダメよ。から、あ、なんかいる。お宝発見。しぶといな。でかい、いいねよ。振動が。
じゃあ、発見。じゃあ二つ目。
お宝いっぱい、フレピー。ネタ3つ目。強者どもが夢の後。さて、登りますか。
さてと。どこの方か存じませんが、ナムナム。では、いただきます。お宝いっぱい、クリーピー。また悲鳴あげちゃって、かわいいわね、なら。よし、次だ。おっと、お約束の。あまりダメージ受けなかった。you
どいて。どっちだっけ？あ、音が消えた。あれ？なんか音変だな。どうなった？
届くかな。これ。この下トラップがあるんだよな。ダメージ。大丈夫か。今ついてるサウンドカードが違うゲームなんかで音が取れたりするんで、Windows 98の頃のサウンドカードを買ってみましたんで、次回はそれをつけてやってみようと思います。30分か。
めて。こうやって細かくアイテム拾いに行くから時間かかってるのかな。だってアイテム欲しいんだもん。っていうかあの男、女性が泳いでるところを刺激するなんて、ちょっとヒーヒー言わしたらんと。隠れても無駄無駄無駄。You have my total attention now. I'm not quite sure if I've got yours, though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the skion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece, you say. Where's the rest? Miss Natler put Pierre DuPont on that trail. And where is that? Ha! You ain't fast enough for him. So you think all this talking is just holding me up? I don't know where his little jackrabbit frog legs are running him to. You'll have to ask Miss Natalie. Thank you. ペトラの手下のラーテンから、ラーレンに探索を依頼した飛行は、シオンのかけらであり、サトラが残りのかけらを造業者のピエールに探索を依頼していることを知ります。ラダはピエールの行き先を調べるため、サトラ社に忍び込みました。めっちゃ暑くないのかな？Located now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Teoken, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Skion, a pendant divided and shared between the three rulers. シオンは身につける者に絶対的な力を与える秘宝で、古代アトランティスの三皇帝がシオンを三つのペンダントに分けて、シオンの力を持って国を統治しましたが、アトランティスの滅亡とともに、どっかに封印されてしまいました。ピエールたら、食べたらちゃんと片付けないと、ダメだわ。ということで次回はギリシャ・ローマステージをお送りします。